なりすましと改ざんを防ぐデジタル署名。おはようございます、まさるです。今回はデジタル署名について一緒に勉強していきます。ちなみに今回勉強するデジタル署名は結構理解するのが難しい技術です。しかし近年はデジタル署名の出題傾向は高く、しっかり押さえておきたい技術の一つです。できるだけ分かりやすく説明するので、頑張って動画を最後まで見てもらえると嬉しいです。それでは早速今回の問題にチャレンジしてください。 IT パスポート令和5年問84、メッセージダイジェストを利用した送信者のデジタル署名が付与された電子メールに関する記述のうち、適切なものはどれか。 A. デジタル署名を受信者が検証することによって不正なメールサーバーから送信された電子メールであるかどうかを判別できる。 E. デジタル署名を送信側メールサーバーのサーバー証明書で受信者が検証することによって送信者の成りすましを検知できる。 U. デジタル署名を付与すると同時に電子メール本文の暗号化も行われるので電子メールの内容の漏洩を防ぐことができる。 A. 電子メール本文の改ざんの防止はできないが、デジタル署名をすることによって受信者は改ざんが行われたことを検知することはできる。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A. 電子メール本文の改ざんの防止はできないが、デジタル署名をすることによって受信者は改ざんが行われたことを検知することはできます。それでは解説をしていきます。まずデジタル署名とは何か概要からお伝えします。デジタル署名とは成りすましと改ざんを検知するための技術です。具体的には公開鍵暗号方式を使ってデータに署名を行います。初めてデジタル署名を勉強する人にとってはこの説明を見ても何が何だかわからない説明ですよね。デジタル署名を日常的な例で例えると、契約書にサインをしたり印鑑を押すことです。印鑑を押すことで印鑑を押した人がその契約書の内容を担保します。現実世界では書類に印鑑を押すことができますが、デジタルな世界ではデータに印鑑を押すことができません。そこでデジタル署名を利用して正当性を保証する仕組みがあります。少しイメージが湧きましたか。それでは詳しくデジタル署名についてお話ししていきます。まずデジタル署名を理解するためには公開鍵暗号方式の知識が必要です。前回の動画シャープ12共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式で公開鍵暗号方式について詳しく説明しました。まだこの動画見ていない方はこちらの動画も見てみてください。今回の動画では簡単に公開鍵暗号方式について復習していきます。それでは公開鍵暗号方式について復習していきましょう。公開鍵暗号方式というのは暗号通信をするための技術です。例えばクライアントがインターネットでお買い物をするときにクレジットカードを使って決済しようとしています。クレジットカードの情報をそのままインターネットで送ってしまうと第三者に盗聴されてしまうかもしれません。なので暗号化をしてクレジットカードの情報を渡します。公開鍵暗号方式では受信者が公開鍵と秘密鍵の鍵ペアを用意します。鍵ペアの関係は公開鍵を使って鍵をかけると秘密鍵を使って鍵を開けることができるという関係性です。つまり公開鍵を使って暗号化をすると秘密鍵を使って複合ができるということです。受信者は鍵ペアのうち公開鍵の情報を公開します。公開鍵の情報は公開されているので誰でも手に入れることができます。クライアントは通信したいショッピングサイトの公開鍵の情報を入手します。そして公開鍵を使って秘密にしたい情報を暗号化します。今回の場合はクレジットカードの情報を暗号化しています。暗号化したらその情報を相手に送ります。暗号化されたクレジットカードの情報を受け取った受信者は秘密鍵を使ってクレジットカードの情報を取り出すことができます。通信経路中にいる第三者は秘密鍵を持っていないのでデータを取り出すことができません。これが公開鍵暗号方式の流れでしたね。ではここから公開鍵暗号方式がデジタル署名でどのように利用されているのかについてお話ししていきます。公開鍵暗号方式の説明で、公開鍵暗号方式では公開鍵を使って暗号化したら秘密鍵を使って複合できるとお話ししました。
実は公開鍵暗号方式ではこの鍵の関係が反対でも成立します。反対というのは秘密鍵で暗号化したら公開鍵で複合できるということです。ここがとても大切なポイントなのでもう一度繰り返します。公開鍵暗号方式は公開鍵で暗号化したら秘密鍵で複合できます。反対に秘密鍵で暗号化したら公開鍵で複合できます。このような仕組みになっています。大まかなイメージとして前者が暗号通信に利用されて後者はデジタル署名に利用される仕組みです。今回はデジタル署名なので秘密鍵で暗号化して公開鍵で複合できる仕組みを利用します。では前置きが長くなりましたがここからデジタル署名についてもっと詳しく説明していきます。デジタル署名とはなりすましと改ざんを検知するための技術です。例えばマサルがメールを送信する例を使ってデジタル署名を説明していきます。まずはデジタル署名を使わないとどうなってしまうのか説明していきます。メールの送信者であるマサルがこんにちはマサルですという文面のメールを送りました。メールが受信者に届きました。しかしメール受信者は送られてきたメールを簡単に信じることはできません。なぜならインターネットの中には悪意のある第三者がいるので、もしかしたらマサルになりすました別の人が送ってきたメールかもしれないからです。送信者としてもメールを送ったのに信じてもらえないと困ってしまいますよね。そこでメールの送信者は自分が送ったメールであることを保証するためにデジタル署名をメールにつけます。ここからはメールにデジタル署名をつける場合の話をしていきます。メール送信者は公開鍵と秘密鍵の鍵ペアを作ります。その後送りたい文面をハッシュ関数で計算してその結果を秘密鍵で暗号化します。ここでハッシュ関数という言葉が出てきたので少し脱線しますが、ハッシュ関数について先に説明させてください。ハッシュ関数というのは絵を描くときのパレットみたいなものだと思ってください。ハッシュ関数を使うとデータをうまく混ぜて一つの小さいデータを作ることができます。今回の例で言うとこんにちはマサルですという文字列をごちゃごちゃに混ぜて小さいデータを作ります。パレットでいろんな色を混ぜると混ぜた色が出来上がりますよね。それと同じようにハッシュ関数ではデータを混ぜることによって特定の小さいデータを作ることができます。ただハッシュ関数については実際見てもらった方が分かりやすいのでハッシュ関数を使う様子をご覧ください。今回はこちらのハッシュ計算ツールをお借りしてハッシュ関数を使ってみたいと思います。では早速こんにちはマサルですというテキストをハッシュ関数を使って計算してみたいと思います。実行ボタンを押します。すると下の方に結果が出てきています。ハッシュ関数というのは様々な種類があってそれぞれのハッシュ関数に応じたハッシュ値が出てきています。現在よく使われるのは SHA-2 の SHA-256 というハッシュ関数がよく使われるのでこちらのハッシュ値をご覧ください。末尾が 74B4 になっていることを覚えておいてください。このハッシュ関数というのは誰が計算しても同じ入力値であれば同じハッシュ値になるという特性を持っています。なので皆さんがこのハッシュ計算ツールを使って同じようにこんにちはマサルですという文字列を打ってハッシュ関数を計算すると同じハッシュ値を求めることができます。では試しにマサルをマサコに変えてみたいと思います。先ほどはハッシュ値の末尾が 74B4 でしたがマサコに変わったのでこのハッシュ値が変更されるはずです。どのように変更されるのか見ていてください。では実行ボタンを押します。末尾が AC45 全く別のハッシュ値に変わりました。このようにハッシュ関数というのは入力値が少しでも変わると全く違うハッシュ値を算出するという特徴があります。ハッシュ関数についてなんとなくイメージがついたでしょうか。まとめるとハッシュ関数というのは同じ入力値をハッシュ関数で計算すると必ず同じハッシュ値を求めることができる。そして少しでも入力値が変わるとハッシュ値も全く別のものになる。この2つの特徴を覚えておいてください。実際にハッシュ関数を使う様子を見てもらいました。ハッシュ関数についてイメージできるようになったと思いますので話をデジタル署名に戻します。送信者はメールの文面をハッシュ関数で計算してハッシュ値を求めます。そのハッシュ値を秘密鍵を使って暗号化します。この
ハッシュ値を秘密鍵で暗号化したものがデジタル署名です。送信者はメールと一緒にデジタル署名を相手に送ります。受信者はこのメールが本当にマサルから送られてきたのかを検証します。まず成りすましされていないのかを検証します。このデジタル署名はマサルの秘密鍵を使って暗号化されています。なので受信者はマサルの公開鍵を使って複合します。マサルの公開鍵で複合できたということは、このデータはマサルの秘密鍵を使って暗号化されたということです。マサルの秘密鍵はマサルしか持っていない情報なので、このデータはマサルが作ったもので間違いない、つまり成りすましされていないということがわかります。次にこのメールの文面が改ざんされていないかを確認します。確認するために受信者はメールの文面を送信者と同じようにハッシュ関数を使って計算してみます。ハッシュ関数は誰が計算しても入力値が一緒なら同じ値が算出されます。自分が計算したハッシュ値と送信者が送ってくれたハッシュ値を比較します。比較してハッシュ値が一緒であれば送信者が送った時と同じデータであり、改ざんされていないことがわかります。少しまとめると、今回の例で言うと、デジタル署名はメールの文面をハッシュ関数で計算したものを送信者の秘密鍵で暗号化したものです。このデジタル署名を一緒に送ることによって、受信者はそのメールが成りすましされていないこと、改ざんされていないことを確認することができます。それではここまで勉強した内容を使って練習問題に挑戦してください。 IT パスポート令和4年問い70、電子メールにデジタル署名を付与することによって得られる効果だけを全て挙げたものはどれか。 A. 可用性が向上する、 B. 完全性が向上する、C. 機密性が向上する。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はう、完全性が向上します。過去動画で説明していますが、機密性、完全性、可用性を確保することが情報セキュリティです。そのうち完全性とは、情報が破壊、改ざんまたは消去されていない状態を確保することです。電子メールにデジタル署名を付与することによって、成りすましと改ざんを検知することができます。言い換えると、デジタル署名は完全性を向上させることができていると言えます。それ以外の機密性や可用性に関しては、デジタル署名で向上させることはできません。もう一問いきましょう。 IT パスポート令和5年問い85、IoT 機器におけるソフトウェアの改ざん対策にも用いられ、 OS やファームウェアなどの起動時にそれらのデジタル署名を検証し、正当であるとみなされた場合にだけそのソフトウェアを実行する技術はどれか。 A. GPU、 E. RAID、 U. セキュアブート、 A. リブート、どれが正解でしょうか。正解は U. セキュアブートです。デジタル署名は OS やファームウェアといったソフトウェアにつけることもできます。デジタル署名を確認してソフトウェアが正当な場合に実行することをセキュアブートと言います。セキュアは安心な、安全なという意味を持っていて、ブートは起動という意味を持っています。安全な起動という意味ですね。それでは最後に復習していきましょう。 IT パスポート令和5年問い84、メッセージダイジェストを利用した送信者のデジタル署名が付与された電子メールに関する記述のうち、適切なものはどれか。正解は A. 電子メール本文の改ざんの防止はできないが、デジタル署名をすることによって受信者は改ざんが行われたことを検知することはできる。こちらが正解です。デジタル署名を行うことによって成りすましや改ざんに気がつくことができます。しかし改ざん自体を防ぐことはできません。ここは注意をしてください。その他の間違い選択肢も見ておきましょう。あの選択肢は、不正なメールサーバーから送信された電子メールであるかどうかを判別できるとありますが、判別できるのは送信者が成りすましされていないかどうかを確認することができます。不正なメールサーバーを使っているかどうかは判別することはできません。なので間違い選択肢です。 E の選択肢では、メールサーバーのサーバー証明書を使って検証するとあります。今回の場合、デジタル署名は
メール送信者の秘密鍵によって暗号化されているはずなので、検証にはメール送信者の公開鍵を使います。メールサーバーのサーバー証明書は使わないので間違い選択肢です。次はう、デジタル署名を付与すると電子メール本文の暗号化も行われるとありますが、デジタル署名はメールの暗号化を行う技術ではありません。なので間違い選択肢です。以上、今回はデジタル署名を一緒に勉強しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。これからも IT パスポートを通してもっと IT を好きになってもらえるような動画を頑張って作っていきます。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。